はい、純玉癒しカウンセリングの心理カウンセラー、純さんです。いつもこのチャンネルの動画を見ていただきありがとうございます。今回は HSP さんが自分軸を意識するコツについてお話ししていきますね。あなたはいつも他人のペースになってしまうなとそのように感じて悩んだりしたことはありませんか？自分に自信がなくて相手に合わせているんだなとそのように感じていたりとか、いつも相手の感情に流されやすくなっているなとそのように感じて悩んでいたりとか、自分がどうしたいのかわからなくて、そのため相手任せにしているなと感じていたりとか、そのように自分と他人の境界線が曖昧な時とか、自分に自信を持つことができなくて相手に合わせてしまう時に自分の軸がないなと感じる人が多いのかなと思うんですよね。私自身も過去いつも相手に合わせているなとそのように私自身が悩んでいた時期もあったんですよね。周囲に合わせるということに対してですね、とてもこう必死になってしまって、自分が本当はどうしたいのかなと、そういった気持ちに気づいてきたりとか、自分の本心は本当はどうなのかなとか、そういった部分がですね、こうよくわからなくなっていくということがあったんですよね。最近では HSP さんからもカウンセリングで自分軸についてのそういったお悩みをよくお伺いしたりもするんですよね。HSP さんはそういった周囲の人の気持ちとか感情の変化にとても敏感なので、自然と相手の望む対応をしている、そして先回りにどんどんしているってこともあるんですよね。でそうなると自分軸ではなくて他人軸ベースの行動とか考え方になっているってこともよくあるんですよね。気づくと相手優先となった、そういった生活をしていたんだなと感じていたりとか、毎回相手の感情に自分は振り回されてしまうんだなと、そのように感じてですね、自分軸を見失ってしまって、心と体にストレスが溜まって動けなくなってしまう、そういった HSP さんも多かったりするんですね。今回は自分の軸がぶれてしまうと感じる HSP さんの特徴心理と自分軸を持っていくための方法などについてお話ししていきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。でこの HSP さんについては過去の動画でいくつか詳しくお話ししている動画もありますので、気になった方はこちら見ていただけると嬉しいです。こちら説明欄の方に貼っておきますね。私は普段心理カウンセラーとしてオンラインを中心にカウンセリングをしています。 YouTube では心理学的視点から日々の生活のお悩み解決法についてお話しさせていただいています。今回の動画を見て良かったなと感じていただければ、高評価とかチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、まずはじめに自分の軸がぶれているなと感じる HSP さんの特徴心理についてお話ししていきますね。まず一つ目が、自分はダメな人間なんだなと感じているということです。 HSP さんは自分に自信を持つということができなくて、相手と自分を比べてしまうということで自分がダメな人間なんだなと感じているということもあったりするんですね。 HSP さんは周囲の人の特徴をよく観察して把握できる人が多いんですよね。そのため相手の長所を発見できる人でもあると思います。しかしですね、その相手とそういった自分を比較してしまうということで、自分はあの人のようにはできない、そういった人間なんだなとそのように感じていたりとか、自信を持って行動できるような人とそういった人とは自分は違うんだなとそのように感じて、自分に自信を持つことができなくて落ち込んでしまうということがあったりするんですよね。強い思い込みが働いていくということで、自分軸を持てなくて他人軸で生活しているということがあったりするんですね。はい、次に自分の軸がぶれてしまうなと感じる HSP さんの特徴心理2つ目としては、相手の感情に流されやすいといったことが考えられます。 HSP さんは相手の感情変化にとても敏感な方が多くて、相手の感情に振り回されてしまうということがよくあるんですよね。特に感情的な人に振り回されて悩んでいる HSP さんは多いなと感じるんですね。相手も自分に合わせてくれるので、その相手もですね、あなた自身のその居心地の良さを感じていたりするんですね。無理をして合わせているあなたが自分に共感してくれている人なんだなとそのように相手は勘違いしてしまって、さらに関係性が深まってしまうということもあったりするんですよね。はい、次に自分の軸がぶれてしまうなと感じる HSP さんの特徴心理3つ目としては、自分なりの目標が曖昧になっているといったことが考えられます。 HSP さんは他人軸ベースとなってしまうことで、自分の目標が自分でもよくわからなくなっているということがよくあったりするんですね。で私自身も過去にその他人軸ベースでずっと生活していた時期があったんですね。
仕事でもいつでも他人軸ベースとなってしまうということで、あれ自分の目標って何なのかなと、まあ、そのように自分が空っぽのような気がしてしまってですね、こう強い無力感を感じるということもあったんですよね。他人軸とずっとなっているということで、自分の本心を知る機会を失っているということもあったりするんですよね。はい、次に HSP さんが自分軸を意識する方法についてお話ししていきますね。まず一つ目が、考えていることを一度ノートにアウトプットしてみるといったような方法です。 HSP さんが他人軸ベースとなっているときは、思っていることとか今考えていることを一度ノートにアウトプットするということが重要になってくるんですね。例えば自分の意見をうまく伝えることができないなと感じて悩んでいる HSP さんは、まずは自分が思っていることをノートに書き出していくことがいいと思います。普段から自分の意見にこう蓋をしてですね、自分自身でもその本心に気づけていないということがよくあったりするんですよね。ノートにはですね、次のことを意識して書き出すようにしてみてください。まず一つ目がですね、今自分自身が感じている気持ちを書いてみてください。そして二つ目が、相手に伝えたいこと、そういった思いを書いてみてください。この二つのことなんですよね。箇条書きで良いので、思いつくままに自由に書き出してみてください。このように自分の考えを客観的に見るということで、自分で自分の意見を知るということがとても大切になってくるんですね。自分の本心を知ることができると、実際にそういった言葉に出てきたりとか、行動としても出てきやすくなったりするんですね。相手に自分の意見を伝えるということがどんどん増えるということで、自分軸を意識するということができるようになると思います。思っていることを口にするということで、気持ちが相手に伝わっていって、関係に変化が出てきたりするんですよね。はい、次に HSP さんが自分軸を意識する方法の2つ目としては、今できることから何か一つ行動してみるといったような方法です。 HSP さんが自分軸を持つには、今できることを何か一つ取り組んでいくということもとても大切になってくるんですよね。 HSP さんは相手を優先するということをずっとしてきていて、自分の行動を抑制してきている人が多かったりするんですね。そのため今の自分ができることを一つ着実にこなしていくということで、自信がついてきたりするんです。例えば仕事であれば、今あなたが任されているその仕事を自分のアイデアを提案しながら進めてみるということも良いと思います。でまたプライベートであれば、何かですね、あなた自身が気になっている新しい趣味を一つする時間を取ることもいいと思います。とにかく自分に今できることを意識してみて、仕事でもプライベートでもどちらでも良いので、一つ行動してみてください。そのような小さい行動をして成功体験をしていくということで、自分が進む道の上に自分軸が同時に作られていくということがあるんですね。はい、次に HSP さんが自分軸を意識する方法の3つ目としては、相互尊重を意識していくといったような方法です。 HSP さんは他人軸ベースになりがちになっていて、自分軸を尊重できなくなってしまうということがよくあるんですよね。カウンセリングでお話をお伺いする HSP さんは、普段から相手のことをよく考えていて、いつでも相手を尊重できる、そういった HSP さんが多いなと感じるんですね。そのため自分軸を見失って、そのバランスを崩してしまうということがあるなと感じます。ここでのポイントは、自分軸も他人軸も両方を意識して、相互尊重のバランスを取るといったところなんですね。そのためにはある程度その相手の感情に流されないようにしていく必要もあったりするんですよね。相手の感情に流されていると、やはりその本来の自分を見失っていってしまうので、あの時もっとこのように対応すれば違った結果があったかもしれないなと、そのように感じていたりとか、もっと自分のこう意見を言った方があの時良かったのかなとか、そのようにですね、過去を後悔する結果につながってしまうことも多かったりするんですね。自分の気持ちを俯瞰して見ていくということがとても大切になるんですね。他人軸ベースである自分と、自分軸ベースでいるそういった自分のその偏りの度合いとかを知っていくというところなんですね。で、そのためにはやはり自分のその感情をですね、理解していくということがとても大切になります。しかしですね、自分を振り返っていくということが一人ではやはり難しいなと感じることがあると思うんですね。で、最近ではこういった世の中の状況もあるので、オンラインカウンセリングがだいぶ普及しています。いつでもですね、家にいながらそういったプロの心理カウンセラーとカウンセリングができる時代となっているんですよね。なので一度オンラインカウンセリングで、そういったお悩みに合った専門のカウンセラーに相談してみるということで、自分を客観的に見ていく視点を養うということもできると思います。自分軸を持つということで、自分と向き合うことが上手になって、相互尊重のそのバランスを取りやすくなったりもするんですよね。
はい、最後に少しまとめをお話ししていきますね。今回は自分の軸がぶれてしまうなと感じる HSP さんの特徴心理と、 HSP さんが自分の軸を意識するための方法についてお話しさせていただきました。自分軸を持つということは最初は難しいなと感じることかもしれません。人は人だよね、自分は自分だよねと、まずはですね、そのように心の中で自分自身に言ってあげるようにしてみてください。実際にですね、そのようにあなた自身が自分に言ってあげるということがとても大切になるんですね。そうすることで自分をこう信頼できるようになってきて、自分軸を見つけるということも可能となってくると思います。 HSP さんは周囲の人の気持ちにとても敏感なために、自分軸を意識できないということがよくあったりするんですよね。自分軸を意識して偏らない、そういったバランスを取れる場所を見つけていくということで、相互尊重をベースとした行動を取ることができるようになってくると思います。最近相手の気持ちに流されなくなったな、なんだか肩の力がスッと抜けてきたなと、そのように感じることができてきたりとか、自分軸を意識するということで見える世界が変わったな、なんだか生きやすくなったなと、そのように感じてくることもできると思うんですよね。ぜひですね、今回ご紹介した考えていることをノートに一度アウトプットしてみたりとか、できることから何か一つ行動してみたりとか、相互尊重を意識してみたりするということで、自分軸を意識してみてくださいね。はい、今回は HSP さんが自分軸を意識するコツについてお話しさせていただきました。今回も何か一つでもあなたにとって参考になったなとか、何か新しい気づきのきっかけになりそうだなとか、そういったところがあったらとても嬉しいなと思います。今回も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。